これで、そうですね。はい。金子が3着に落ちると、まあ、うまくまとまるんですね。はい。今はもうトップから3着まで、まだトップは浦田がかろうじてトップなんですけれども、1300点差ぐらいに。金子の手がすごいな、また簡単な感じですね。上がろうとするならば、もう金子は面前で行くでしょうからね。小島の手が3個、特にチートイチの、あ、真っ白あんこになって、これは、島は不気味なスタイルですね。そうですね。ドラガローショーである程度安藤プロも対戦相手によってその捨て牌によって手牌っていうのは読むっていう。そうですね、この人はこういう捨て牌だけどこうだっていう、先切りするタイプか、はい、目いっぱい手を広げるタイプかで読みは変わりますよね。なるほど。相変わらず手こずって、あ、チートイシャンテンですね。小島の周りはやって自敗はなかなか打たせないぞっていう感じでね、切るんですよ。浦田がドラがロスそうだけに何とかしたいんですけど、これはひょっとしてまたチート位置の形に。そうですね、遠い面談ピン三種くるか。あ、これでちょっと、はい、これ金子は2枚目のパワー1が出たらポンは仕掛けます、するじゃないですかね。もう点差が点差ですからね。あ、いい絶好のを引きましたが、すごい絶好の嘘でした今。ああ、ここで両面に変わってきそうのを落とす。また浦田の復活が。いや、復活、今も一応トップですけどもね。親で引かれてね、。普通はもう、親で漫画積もられて、リーチを出して。ローワンここにちょっと固められちゃいましたね。でも3ワンの方はまだ。パーピンもパーピンが小島武にやんこですから、小島武、あ、そうそう、どうしてもパーピンも薄いですし、サブローワンもちょっと薄いっていう感じで、ニーズが徐々に間に合ってきました。ションパイですからね。表示牌の関薄層っていうのがちょっと薄いですからね、ニーツがテンパ入れられるかどうか。小島はまだこのパーバンはパーピンが離さないっていう、あんこのパーピン。そうですね、相変わらずスーアンコを狙って、アイスピンも、アイスピン入ったのか。ああ、スーアンコウの形になりましたね。じゃあ、そういそういは、あ、これで6球ピンで天敗ですね。あと9ピンが1枚ぐらいですか。ローピンが2枚切れて2枚持たれて、
お、スーワンコ小島武夫、天杯です。行きますか。いや、リーチ行きました。親です。茶草と E1。 おーほー、茶1枚ずつ、1枚ずつ生きてますか。先ほど引いた下縫い茶草が、そうですね、1枚。おっ、 E1 積もりました。すごいすごいですね。すごい。裏ドラ見てましたよ、こっち。何巡目だ、15巡目ですね。親ですから、小島武夫、12、13、14、15巡目。14巡目リーチの15巡目ですね。はい、いいです。あ、2000点で。すごい、炸裂しました。4点だ。16,000だから。16,000オーラ、すごい。はい、すごいですね。いやいや、ずっとこうあそこでパーピン1枚外して、つもつもつもってね、そうでしたね。外すかと思ってたんですけれども、これも外すね。